松平忠正は、戦国時代から安土桃山時代の武将、徳川家康のい伍兄とされる。同母邸に、僧侶の木こりや恵み彩がいる。ただし、関西重州書家府は、伝承に否定的な交渉を行っている。関西重州書家府によれば、幕臣の松平彦大部忠元らの帝府や堺、忠道家臣、松平孫三郎久則の系譜に先祖として示され、 また、三河国宝蔵寺や広忠寺の記録にも名が見られると言う。それらによれば、松平忠政の経歴は以下の通り。母は、お牛松平氏の松平の政の娘。お台の方が、岡崎城に腰入れすると、母は忠政を連れて、三河国宗谷村へ移り住んだ。その後、徳川家康と同日に、同母帝が生まれ、僧侶となることが定められた。 a 禄四年、堺正鹿が西王城を攻めた際には、家康の命により、正鹿に加勢した。後に、三河国ぬかた軍に領地を賜い、十五位下右京大部に乗された。慶長四年没、去年五十九歳。三河国産中村の宝蔵寺に葬られた。ただまには、孫三郎安久、右京の新長真の二人の子があった。 安久は、松平信康に仕え、信康の死後は、父のゆかりで、堺重忠に属した。その子孫は、代々、堺科学頭家の家臣となり、関西府変算寺の姫路藩士、松平久典の家である。張清の末裔は、幕臣となって、数家に分かれた。関西府変算寺には、子孫として松平彦大夫、忠元、松平万之助生、備え、 松平平十郎正近の三夜が続いている。関西府には、忠政長期義の子孫という書家の系譜に長い案文が付されており、上記の忠政に関する仮説と以下のような交渉と事件が記録されている。関西府編纂時の交渉によれば、関営書家系図伝など幕府の記録を確認したが、ただまさび肝煎りああめみ祭を、松平広たのこと伝える記録がなく、 母、おひさの方についても、お牛松平家の記録には存在しなかった。また、広忠寺に寄進したとする土地についての書状も、存在せず、十五位下右京大部の助任についても疑わしいという。また、松平ただまさの子、右京の新長清とされる人物は、官営府にある、長沢松平家の孫三郎房の子、右京長次と同一ではないかとしている。 関政府本文では、関営府を書き継ぐ形で、孫三郎を右京長寺の子孫とする系図が収められている。なお、長清の2位、安久に相当する人物は、関営府に見られないとして、関政府には記載されていない。なお、初夏の本家にあたる松平彦大部の部屋は、教法20年に歓喜を被って、一旦家禄を没収されており、 その子の彦大部正美が終祖して、延京二年に御家人として、家を再興することになる。この際に刑符について問われた同族の松平二郎、江門中赤月が、ただまさに始まる経図を提出したところ、それが事実であるならば、家康の謹慎であるにもかかわらず、知るものがなく微録のままであるのは不審である。 官英府の孫三郎坊と右京長子が何時の祖先であろうと問い詰められる一件があった。中赤月は家で書き伝えたものを失ったために、ふそよりの区伝で系図を作ったと釈明した。官政府の交渉では、この一件を仮説の疑わしさを示すものとしつつ、五感に備えるとして記している。ありがとうございます。